ジョン・ W ・ローガン・ジョン・ウィリアム・ローガンは医学的に確証がある身長8フィート以上に成長した12人のうちの一人である。死亡時の身長は8フィート9インチだった。ローガンは1865年から1868年の間にテネシー州サムナー郡で誕生した。彼の成長が急に早くなったのは13歳の時に強直の症状を起こしてからだった。 1882年までは松葉杖にすがって歩くことはできたが、それ以後には立つことも歩くこともできなくなってしまった。1899年、ローガンの身長は8フィート6インチに達し、多くの新聞が彼のことを記事に取り上げた。ローガンはヤギに引かせた牽引者を自分で制作して、外出し、その極めて深みのある小羽と佇まいとで、人々の注目を集めた。 彼は仕事に就くことはできなかったが、液頭で自分の肖像画やハガキを打って生形を立てた。手首から先の長さは11インチ、足の大きさは13インチにまで至った。ローガンの身長は彼の死の間際にも伸び続けた。正確な身長は生前には計測できなかったが、死後の測定値では8フィート9インチとされた。しかし、 体重はわずかに175ポンドであった。ローガンは記録に残っている中で一番背の高いアフリカ系、アメリカ人とみなされ、史上でもロバートワドローに続いて2番目に背の高い人物とされている。ローガンは1905年に持病から合併症を起こして死去した。彼の遺体は医学者や科学者などの調査目的での盗窟を防ぐために、 家族が所有する墓地の敷地内に厚いコンクリートを被せて埋葬された。メートル法を基準にして詳細に換算すると2.66700メートルとなる。ありがとうございます。